はジーリオチャンネルですね。すごい可愛らしいお姫様みたいなドレス。お兄ちゃんのね、みなとくんもかっこいい。ポップクリエイターアサギーニョ。どんなに些細な日常もポップに彩っていく彼女の生き様は、たくさんの人々をワクワクさせています。さあ、そしてステージにはチーリオチャンネル、リオナちゃん、みなとくん、おめでとうございます。いい笑顔だ。兄ちゃんもね、しっかり一緒に持って笑顔でお写真撮ろう。わあ、本当にお姫様みたい。みなとくんもかっこいいよ。おめでとうございます。じゃあリオナちゃん、今の気持ちを聞かせてください。まずは皆さん、本当にありがとうございます。私は去年手術を受けて足が動けなくなって、今は車椅子です。辛い時も悲しい時も、みんなにお話ししている時は辛い気持ちや悲しい気持ちを忘れられました。しんどいリハビリも皆さんの応援のコメントとか見てると、すっごく励まされて、あ、もっと頑張らなきゃなって気持ちになれます。で、今もうそんな応援してくれる人たちが100万人以上もいるなんてことが、すっごくびっくりしてて嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。これからもずっと私のそばにいてください。キュン。シュー、最高。リオナちゃん、みなとくん、どうもありがとうございました。これからもたくさんの笑顔と勇気を届けてくださいね。おめでとうございます。ありがとう。チュー。